はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターのマスンです。今日もよろしくお願いします。はい、で今回の、テーマはですね、とある日の私の一日のお食事の献立でございます。基本的に毎日自炊をして、まあ、たまに外食したりもするんですけど、その写真をツイッターとかインスタグラムにアップしているので、それについて今日はちょっとこう詳しくお話できたらななんて、思っております。よろしくお願いいたします。はい、ではまず朝ごはん、でれん、こんな感じです。ちょっとこう定食っぽく作るのが好きですね。これメインのおかずがふきとたけのこと鶏肉の煮物です。でこれなんだよ、ちょっと失敗したんですよ最初からちょっと失敗したんですけど、硬かったんですよね、ふきが。そう、もうちょっと煮込めばよかったっていうのと、ちょっと味が見ての通り濃くなっちゃったので反省ですで、あとお隣にあるのがほうれん草のおひたし。これも結構作るの簡単で、レンチンするだけなので、私は結構そういうとこかなり楽をしてます。茹でないでザクザクザクって切ってレンジにポンと放り込んで、できたら鰹節こうかけてお醤油たらっとやって終わりっていう感じですね。これよく作ります。で真ん中にあるのが梅干しと大根の、これ浅漬けですね。これ緑のやつ、大根の葉っぱなんですけど、茎の部分すぎてちょっと硬かったですちょっと食べるの大変だったんですけど、ちょっと色味のためにのっけてみましたそしてお隣のお味噌汁、これがわかめと新玉ねぎのお味噌汁です。で玉ねぎ、新玉入れるとめちゃくちゃ甘くなるので、すごい美味しいお味噌汁になります。すごいおすすめです。そしてお隣ご飯、これ玄米と、もち麦と白米を合わせたものになります。で私は結構比率は玄米が4、もち麦が1、白米が5くらいの割合で作ってます。これ全然玄米10でも私は食べれるんですけど、白米ちょっと入れてあげると結構食べやすくなるので、十分半分玄米にするだけでも栄養価がすごい高くなるので、これぐらいでも十分だと思います。はい、こんな感じの朝ごはんでございました。めちゃくちゃ和食ですね。では次、お昼ごはんです。こんな感じのちょっとパンケーキです。朝ごはんとは一点、ちょっとパンケーキ食べたいなって、食べたいな食べたいな食べたいな、よし作ろうと思って作ってみました。でこれちなみに生地は米粉で作ってます。米粉の粉を買ってきて卵とかと混ぜて焼いたんですけど、ちょっと硬かったかな米粉のパンケーキの作り方ちゃんと学ぼうと思います。ちょっと硬かったです。でその上にバナナをこう切って乗せて、あとナッツをこうちょっと砕いてパラパラっとして、でバターを乗せ、蜂蜜をかけっていう感じですね。でこの甘いものをスイーツ系の味付けも全然食べたい時は OK だと思っていて、ただ極力ナチュラルなものにしてあげる。なんかメープルシロップじゃなくて蜂蜜、マーガリンじゃなくてバターとか、盛り付けもこうホイップとかよりはバナナとかの方がナチュラルだし健康的なので、そっちを選ぶようにしてます。こんな感じ、お昼ご飯でした。そう、甘いもの食べたいとか、こういうスイーツ系のものが食べたいって思ったら食べればいいんですよ。そう、我慢するとね、おいおいね、しわ寄せが来るんですよ、次の日とかおやつの時間とかに。なので食べたいものは食べましょう。うん、次夜ご飯、こんな感じです。でれん、またちょっと定食チック、おかずだけ朝と変わってます。これこの白いやつがクリーム煮なんですけど、
朝作ったふきとたけのこの煮物が私の中でやっぱりあまりにもまずすぎて若干残してしまったので、それを加工しました。ほうれん草をちょっと足して、でちょっと煮直したんですよね。牛乳とか、あとお味噌も入れたかな。そうそう、クリーム煮に煮直して、ちょっとシチューっぽい感じにしました。ちょっと食べやすくなった。でもやっぱりふきは硬かったそう、自炊だとこういった残り物をこうアレンジしたり再利用したり節約にもなるので、すごい本当に自炊はおすすめです。洗い物はめんどくさいけどねで、そのお隣サラダ、これはレタスの上にアボカドと、コーンが乗ってます。でマヨネーズファイみたいな、で胡椒をパラパラっとかけてますね。で極力なんかドレッシングとかはあんまり使わない方がまあいいっちゃいいんですけど、こうやって自炊してそこにちゃんとサラダをつけてってやってる時点で十分偉いと思うのでそう、これだけやってたらね、十分頑張ってますよ。ってことでドレッシングとかそこまで気にしすぎなくてもいいのかなって思います。なんかこうやって自炊して健康的なものを意識して自分で作ってみる、これをまずやってみて、それに慣れてきて余裕が出てきたらドレッシングの内容だったりそういうところに気を使ってあげればいいんじゃないかなって思います。最初から完璧にやると絶対になんか飽きちゃうしくじけちゃうし嫌になっちゃうと思うので、できることから一個ずつクリアしていけばいいと思います。で残りの3つは朝と一緒ですね。これ一緒だな。朝玉ねぎとわかめのお味噌汁と例の超硬い大根の葉っぱの浅漬け含むこの漬物たち、そしてご飯ですね。これ多分ねご飯すごい少ないんですけど足りなくて結局おかわりしましたそう、めちゃくちゃ私夜でもしっかりと食べないとデザート食べたくなっちゃうんです。今ちゃんと食べてもデザート食べるんですけど、デザートを食べすぎちゃうので朝昼晩はしっかり食べて、でしっかり食べた上でお腹に余裕があったり満足できなかったらお菓子を食べるっていう風にすればいいと思います。そう、お菓子を食べるためにご飯減らすとか、ちょっとダイエット中だからってご飯食事を減らしちゃうと何にもいいことないので、普通に食事をしてある程度ちょっと運動してストレスためないように、生きることが何よりの近道だと思うので、しっかりとご飯は食べてあげましょう。そしてこうやってバランスのいい健康的なご飯を食べるっていうのがすごい大事だと思います。なんか毎日パスタとか毎日ピザとか毎日コンビニ弁当とかっていうのは良くないと思う。栄養素もあんまり含まれてないし、あとそれ添加物とかお砂糖の味に口が慣れちゃうので、そうすると本当にこう健康的なものが美味しく感じなくなっちゃうと、より自炊から離れてしまう、食べにくくなっちゃうので、ぜひ自炊してみてくださいこんな感じかな。はい、ではこんな感じで本日の動画以上にしたいと思います。参考になったという方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンをよろしくお願いします。そして、今日載せたようなお写真だったりとかいろいろ日々のことを、Twitter、Instagram に載せていたりもするので、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。マスことフィットネスインストラクターの増本優子でした。ありがとうございました。バイバーイ。